大一番でも相手チームへの敬意を忘れない。ドジャースとの地区シリーズでパドレスのカイル東岡捕手の振る舞いが話題になっている。ダルビッシュ有投手とバッテリーを組んだ際に深々とお辞儀をし合うルーティン。多くの敬意を示さないとね、と明かした。ドジャースタジアムで行われた地区シリーズ第2戦で勝利した際、試合後のハイタッチでは東岡とダルビッシュが互いに深々と頭を下げ合った。大谷翔平が打席に入る際にも互いにお辞儀をし合った。敵軍にも敬意を欠かさなかったが、実は二人への行動には差があるという。大谷へは軽い会釈だよ。ダルビッシュには深いお辞儀。相手チームへの敬意を示しつつも、隙は見せない。ユウさんは先輩だからね。日本の上下関係も染みついていた。試合中の相方と対戦相手で、しかも年齢差も大きいからどちらに重きを置くかにざわつくような話でもない気がするんやが。かっこいいな。涙が出るほどかっこいい。橋岡は礼儀がいいよな。大谷も険悪なムードの中でも礼儀を忘れないのは、素晴らしくてさすがとしか言いようがない。両軍が険悪なムードになった後も、二人はにこやかに会話しててほっこりしたわ。どちらが勝っても相手に対する敬意を忘れず、気持ちよく終わりそうやな。ヤンキースの時から応援していた東岡選手がこんなに活躍してて嬉しいわ。出番がなくても腐らないナイスガイで守備の良い星というイメージやったが、プレイオフに入って恐怖の9番として打ちまくっていることにも驚いとる。カエル東岡すげえな。カエル東岡、ポストシーズンクソ調子いいよな。とか WBC に呼べんかね。東岡は良いキャッチャーや。ヤンキースから移ってきてレギュラーの座を掴んどるし。マー君とバッテリー組んで、仲良しだった人よな。アメリカ人の感覚から見れば、お辞儀は相手を立てて敬う意思表示の律儀な動作に思うんやろな。お互い対等に握手する慣習とはまた違う感じを受けるのだと思うわ。